グラファイターのチャンネルへようこそ。今日はロマン主義を紐解きます。ルネサンス以来400年にわたって絵画の主流は歴史画や宗教画を遠近法と陰影法を用いて写実的に描くことでした。しかし19世紀になると同時代の現実を画家の主観から描こうとする動きが現れます。躍動感のある構図と色鮮やかな色彩、荒々しい筆のタッチで見る者の感情を揺さぶるロマン主義の誕生です。ロマン主義は古代ローマで個人的な感情を語る際に使われたロマンス語を由来としています。ロマン主義はその名の通りロマンチックな表現を中心に普遍性よりも移ろいゆく人間の感情や民族性を表現しました。ロマン主義は現代の出来事を歴史として扱いました。ロマン主義の先駆けの画家テオドール・ジェリコーはフリゲート艦メデュース号のナンパ事件をメデュース号のイカダというタイトルで絵画にしました。救命ボートに乗り切れなかった人たちに起きた悲劇を世に伝えたかったのです。しかしこの作品は美術界から大きな批判を受けることになりました。なぜなら本来宗教画や歴史画を描くための大きなキャンバスに一般市民の事件を描いたからです。このジェリコーの姿勢は多くの若い画家たちに多大な影響を与えましたが、ジェリコーは落馬事故による怪我が元で32歳という若さでこの世を去ってしまいます。ジェリコー亡き後ロマン主義を牽引し完成させたのがかのドラクロワです。ウジェーヌ・ドラクロワは構図や色彩、筆使いにおいてルーベンスに影響を受けていました。代表作である民衆を導く自由の女神は1830年の7月革命を題材に描かれています。その中心にはマリアンヌと呼ばれる自由の女神がいます。女性のヌードを描くことが禁じられているこの時代に胸がはだけた女性が描かれている時、それは人ではなく神や天使として描かれているという意味になります。左側のシルクハットの男性はドラクロワ自身と言われています。革命に参加していない彼自身も描くことで実際の出来事に彼の創作が大部分において含まれているということがわかります。これは当時一種のジャーナリズム絵画として社会で波紋を呼びました。彼が訴えたかったのは事実を通して既存の価値観に反抗する彼の熱い情熱でした。高揚感を演出するピラミッド型の構図が用いられています。中央から両側のラバットメントラインを下ろした対角線が旗の持ち手と腕の角度を作っています。ラバットメントラインとは絵の中に正方形を左右から描いた時にできるラインのことを指します。ラバットメントラインを用いる構図はゴッホやラファエロなど多くの巨匠たちが活用した技法であり、ドラクロワも好んで使用していたようです。実際の出来事をドラマチックに描くロマン主義の絵画は当時大流行となりました。しかしその一方で出来事を美化したり理想化して感情に訴える表現を嫌い、ありのままを客観的に描こうとする動きも始まります。これが夢や理想を交えず見たままを表現する写実主義でした。写実主義の代表的な画家であるクールベラの客観性は主観的な感情で描くドラクロワらのロマン主義と対になっているのです。どちらもその時代の現実を写実的に描きますが、ロマン主義は見る人の感情を作者の主観的な感情で盛り上げて感動を呼び、写実主義は作者の主観をできる限り排除し客観性を保ちながら包み隠さず現実を伝えることで見る人に現実の貧しさ、悲惨さ、醜さ、猥褻さを訴えかけています。同じ現実を描く絵画ですが、あなたはどちらの表現がお好きですか？